はい、今回はポニーテール、こう一つに結ぶポニーテールの結び目を変えてちょっとおしゃれにするやり方を紹介します。まずは2つに分けます。で、これをこのように普通に結ぶ感じなんですけど、一回ぐるっと結んでみてください。で、結んだらここをこう引っ張る、引っ張ってあげて、で、ここで後ろ、この後ろのところを輪ゴムで結びます。で、これで結ぶだけなんですけど、結んだらあとちょっと整えてあげる。たったこれだけでこのような感じでちょっと変わったポニーテールが出来上がります。ぜひ試してみてください。それでは。